コパデラ・コロナシオンは1902年5月13日から5月16日の間に開催されたスペインのサッカー大会である。正式な大改名はフットボールアソシエーションのマドリード競技会でアルフォンソ13世が成人、即位したことを祝うための新前サッカー大会であった。スペイン全国規模としては最初の大会であり、一定の成功を収めたため、翌年以降も 1> 年1回の頻度で全国サッカー大会を行うことが主催者によって決められた。その大会というのがコパデルレイのことである。マドリードでの競技会は1902年5月13日から16日にかけて行われ、クルブ・ビスカヤが優勝した。彼らはビルバオの2つのクラブチーム、アトレティッククルブとビルバオフットボールクルブの選手たちの混成チームであった。 翌年ビルバオ FC はアトレティックが吸収したとされているためビルバオ FC も混成ーチームも1903年までしか記述は残っていない。よって優勝杯はアトレティッククルブ博物館に現在も保存されている。スペインサッカー連盟はこの大会をコパデルレーの生死に含めていないがしかしアトレティック側はこれが自分たちの最初のタイトルだとしている。 1902年当時はまだ、スペインサッカー連盟は存在しておらず、当然、スペイン全国規模のサッカー大会もなかった。同じクラブ内での社交的な試合、または近くにあるチームとの試合などがほぼ、すべてであり、地域レベルの大会を開催する程度が限界で、国の規模で行うのは単なる幻想であった。ただしサッカーの人気自体は、非常に高まり、競技者は増加していた。 その中に、マドリードフットボールクルブの創設者の一人である、フアンパドロス氏がいた。彼は、クラブ上層部と話し合い、スペインに現存する大部分のクラブを集めた、選手権の開催、コレオボルボナサのアルフォンソ13世が、スペイン1876年憲法に則っ,って、国王に即位する日を祝う、イベント軍の一環として行うことを提案した。この憲法においては、 大井継承権者は出生してから青年になるまでの間、絶対に玉座に座ることは許されない。そして1902年5月17日とは、まさにアルフォンソ13世が、その16歳の誕生日を迎える日であったので、それに合わせて開催できるよう計画された。マドリード FC は1902年3月6日に創設された。マドリード出身の会長の兄弟であり、 またサッカーの普及にもよく尽くしていたカルロスパドロス氏が大会開催に関してその準備、運営、告知の職務を担った。大会名は当初、クラブの所在地そのままにマドリードのフットボール競技会と仮に呼称されたが、それはスペインで最良のクラブを招き、我こそは他と違うと証明する機会だと伝える、ものであった。このマドリード人たちの発想は、 先立つ1901年12月に、バルセロナの総合スポーツクラブ、イスパニアアトレティッククルブ会長であるアルフォンソ・マカヤ、市の提唱で創設された、フットボール・カタルーニャ選手権、通称、コパ・マカヤの規模を超えることを目指したものであり、また、競技会というよりは、社交パーティーの性質で、マドリード市内で行われた他のイベントを凌駕していた。一旦競技会開催の告知がなされると、 スペイン全土からすぐに多くのチームが出場手続きをした。運営組織兼出場チームとしてマドリード FC ニューフットボールクルブがマドリードから出場。ビルバオからはビスカヤアトレティッククルブとビルバオフットボールクルブが参加したが、最終的にこの2クラブは一時的に合体してビスカヤを名乗った。カタルーニャからは前述のコパマカヤ参加実績のある後、 クラブが招待されたが、最終的に州を代表して参加したのは、フットボールクルブバルセロナとクルブエスパニョールで、フットボールの二つであった。他の3クラブでは、クルブウニベルシタリダバルセロナが、学生だけで構成されており、試験期間中であることを理由に断った。イスパニアアトレティッククルブとカタラーフットボールクルブは、遠征費用がないことを訴えた。以上。 ごチームが公式に大会に参加することとなった。パドロス兄弟は、アルベルト・アギレラ市長を通じて、マドリードの自治体から支援を手に入れた。アギレラ市長は、イタリア人職人、マラビーニーが作った銀のカップを大会商社が受け取る、賞として送ってくれた。また同時に、農業賞とスペインヨーバ育成促進協会は、ラ・カステラーナ競馬場のポロのフィールドを、 競技会場として貸してくれた。大会は1902年5月13日から16日にかけて行われることが決まった。すべて一試合制の勝ち抜き形式で全試合がマドリードのラカステラーナ競馬場で行われる。試合が引き分けに終わった場合は15部の延長戦を行い勝者を決める。マドリード FC によるサッカー競技会運営の基本原則1。この競技会は スペインのすべてのサッカー協会とそれに加盟する団体が参加可能であり、1903年5月1日までに、マドリードのアルカラ通り48番地のマドリード FC の会長の指示に従って、出場登録されたし、2、出場登録にあたり、団体は控え選手の数を無制限に、チーム名簿を提出されたし、3、賞は獲得した団体の合法的所持品にされたし、 4. 大会形式は勝ち抜き戦で、この方法で最後に勝ち残った者が大会勝者となる。5. 引き分けが発生した場合、レフェリーは15分間の延長戦を行うことができる。6. 両軍のキャプテンに合意に反することがなければ、いつでも試合を始められる。7. レフェリーの指名は、両軍キャプテンの議論と合意によって行われる。もし合意に達しないなら、責任者がこれを行う。 リフェリーは彼自身と両軍キャプテンの署名のもとに責任者への説明義務を負い、抗議は事後四十八時間は過ぎた場合は受け入れられない。八あらゆる見解相違、抗議等の性質を持つ者は解決の権利を持つ責任者に署名で連絡されたし、カルロス・パドロス・マドリード1九百二年、チーム数が奇数では左右対称のトーナメントにならないので、 これを偶数にするために抽選で選ばれた2チームが、戦い1チームを振り落とすことになった。なお先制点を決めたのはエスパニオールだが、その後5点を決められて敗,敗した。ビスカヤには、英国人が数人いたが、エスパニオールは、当時外国人選手を規制していたので、全員スペイン人選手であった。クルブビスカヤ V、クルブエスパニオールで、フットボール準々決勝と昼休みの後、 FC バルセロナとマドリード FC が対戦した。これが、エルクラシコの最初の試合とされる。フットボールクルーブバルセロナ V マドリードフットボールクルーブ、その翌日、準決勝第一試合で、ビスカヤとニュー FC が対戦した。ビスカヤは8から1で圧勝した。クルーブビスカヤ V ニューフットボールクルーブマドリード FC と、エスパニョールの選手たち、コンソラシオンの試合にて、 決勝戦の翌日の5月16日に実質的な3位決定戦が行われた。コンソラシオンという彼らが敗退した事実を認める単語に加え、コパグランペーニャとタイトルが付与された試合であった。当初はニューフットボールクルブと決勝戦で負けた FC、バルセロナも参加を要請されたが、おそらく敗退で精神的に落ち込んでいたのか、両者とも参加を断った。 FC バルセロナは早く帰りたいこと、予定外の日程に合意していないこと等を述べたと、される。結果、マドリード FC とクルブエスパニョール FC だけが試合を、した。この試合で、競技会は全日程を終えた。なお、競馬場のポロ用ピッチを借りるのがもう無理だったのか、試合は、闘牛場で行われたとのことである。マドリード FCV。 クルブエスパニョールでフットボール決勝戦は1902年5月15日にラカスティラーナ競馬場で行われた。監修は約1000人ほど増加している。当初キックオフは午前中の予定だったが、ビスカヤは自分たちが3日連続で試合をするのに、FC バルセロナは5月14日に休んだと不平等を主張したので午後に変更された。大会のプロモーターを務めた。 マドリード FC のカルロスパドロス清水からこの決勝戦をレフェリーとして裁いた。このタイトルをかけた決勝に臨むにあたり、両チームはこの時点における最高のメンバーを出場させた。その戦力の中にはスペインにおいて加速度的に普及しているこの新しいスポーツにおいてより経験豊富な外国人選手たちがいた。また FC バルセロナはビスカヤが2つのクラブチームの 連合チームであり、ビルバオで最高の選手たちを集めているので、対抗して自分たちもバルセロナで最高の選手たちで戦うため、イスパニアアトレティッククルブ所属の3人の選手をレンタルしたとされる。クルブビスカヤ V フットボールクルブバルセロナ、ラフェフの劣ケなサーアルバースサラリーガデルアニョ37、アス。二千十九年一月十八日へ閲ンヒストロカフォトデラ。 ジュラデアルフォンソサーティン、ABC2019 年1月28日閲覧。ラコパで1902。サイヘイフ・クアデルノスでフットボール。2019年1月28日閲覧。ラコパで1902。サイヘイフ・クアデルノスでフットボール。2019年1月28日閲覧。ありがとうございます。